アロハ。ハワイ在住フラダンサーカプアナニユミコです。フラダンサーは歯が命。美しい笑顔のためにもデンタルケアはとても重要です。今回はハワイで人気の歯医者さんでホワイトニング体験とインビザラインのお話を伺います。最後までお楽しみください。今日ホワイトニングを体験させていただくのはここアラモアナデンティストリー院長の渡辺恵子先生です。恵子先生はおじい様から続く3代目の歯科医師です。そしてハワイで一番人気の歯医者さんです。ひみこさん、身に余るご紹介ありがとうございます。歯科医師の渡辺恵子です。日本にいる時に歯科医師として働きながら英語を勉強して、でそれでサンフランシスコにある歯科大学に行きまして、はい、でアメリカで歯科医師免許を取得しました、はい、すごいですね。で2007年に、はい、ハワイ移住しまして、はい、でもう開業してかれこれ12年になります。あ、すごいですね。あっという間にわあの日本とアメリカのこう歯に対する意識が違う気がするんですね。その点はどんな感じでしょうか。日本も、まあ、意識が随分変わってきてるとは思うんですけれども、はい、まあ、歯医者さんっていうと昔から歯が痛くなってから行くっていうところっていうような考え方の方がやっぱりまだ多いんではないかと思うんですね。でアメリカでは、はい、まあ、子供の頃から予防歯科が徹底されているので、はい、それとあの喫煙者とか肥満の人とか、うん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 、そしてあの歯並びの悪い人っていうのは出世しないって言われてるぐらい、はい、そうですね、アメリカの方は歯の健康に対しての意識がすごく高いと思います。はい、あ、私も実はあの10年前に先生のところで歯の矯正インビザラインという歯の矯正をさせていただきました。あのインビザラインは透明なのでフラダンサーにもあのちょうどよくあのこう見えないので良かったんですけれども、そうですね、もう笑顔が大事なので、はい、常にあのアメリカ人は笑顔っていうと歯を見せて笑うっていうことが、そうですね、あの笑顔なんで、はい、日本の方は写真撮る時も口を閉じたまま笑う方って多いと思うんですけれども、ね、はい、こちらではやっぱり写真撮る時は、はい、ほとんどの人が歯を見せて笑うっていうことで、はい、あの、うん、そういう意識もやっぱり高いんじゃないかと思います。はい、で日本の方もここでインビザラインをされる方もいらっしゃる、はいはい、日本から来られて、はい、そんなにしょっちゅうあの LINE されなくていいので、はい、あのまあ、もちろんケースバイケースなんですけれども、はい、あのさせていただいている患者さんもいらっしゃいます。あ、気になるお値段はどんな感じですか。だいたい6000ドルぐらいですね、はい、6000ドル、はい、ちょっと見せていただいていいですか。一応こういう、はい、まあ、袋に入ってくるんですが、はい、まあ、こういった透明 の, あの装置でこれを1週間ごとに、はい、あの交換していって徐々に歯を動かすっていう形になります。で、まあ、いろいろなあのマウスピース矯正、これはインビザラインっていうのはメーカーの名前なんで、いろいろなメーカーのマウスピース矯正があるんですけれども、まあ、予測実現性の高い、はい、あの、はい、このインビザラインを私のオフィスではおすすめしております。はい、あ、でほとんど の, あの方がだいたい治療期間、はい、平均は1年ですね。1年、はい、ただこれは強力度が良くないと、あ、あの、そうですね、動きませんので、患者さんの、はいはいはい、なので1日22時間20時間中22時間ずっとつけていただかないとダメなので、外していいのはご飯食べる時と、はいはいはい、歯を磨く時、フロスする時だけになってます。そうですよね、はい、ですのでずっとつけていただくのないと、はい、まあ、逆に動かないので、そうですね、ということですね。でそれができない方はもう、はい、あのブラケットワイヤーつけないと、ワイヤーつけない、まあ、ダメですけど、まあ、ちょっとフラダンサーには、そうですね、あのね、フラダンサーをやってる方には、はい、あのこっちの方が魅力的じゃないかなと思いますね。あの私は10年前なので40歳の時にこのインビザラインをやったのですが、あの年齢とかはどんな感じですか。ですね、もうもちろん矯正って見た目もあの歯並びっていうのは見た目も大事なんですけれども、はい、まあ、噛み合わせってすごい大事なんです、はいはい、で上下の歯がきちんと噛み合わさってないと、はい、あの噛む面だけじゃなくって、はいはい、歯の根っこの部分も根元の部分も減ってくるんですね、はい、まあ、ちょっとこれを見ていただくと、はい、あの
まあ、ここ山と谷の部分がしっかり噛み合わさってないと、はい、まあ、普通噛み合わせの部分だけじゃなくって、はい、ここの横の歯茎の際の部分ですけど、ここの部分も減ってくるんです、はい、でこうなると知覚過敏とか、それからまあ歯が欠けちゃったりっていうような、はい、まあ、いろいろな障害が出てくるんですね、はい、なので昔は日本では、まあ、子供だけとか、はい、結婚したからもう矯正いらないとかっていう方が結構いらっしゃったんですけれども、はい、まあ、見た目だけでなくって、はい、機能面とか健康面からでも、まあ、年齢に関係なく、はい、私の患者さんには、はい、あの皆さんに矯正のお話はさせていただいているんです。あの一番年の方で何歳ぐらいの方とか。67歳の方がいらっしゃって、それ男の方なんですけど、そうなんですね、60代の方、今まで3人か4人いらっしゃいましたね、一番多い年齢層が、はい、30代40代50代です。40代ぐらいかな。あ、そうなんですね。ですので、はい、今からでも遅くないので全然ぜひぜひお試しください。あとそうですね、フラダンサーはあの、まあ、美しい笑顔のために歯並びはもちろん、歯の白さもあのとても重要なんですけれども、ホワイトニングはどんな感じでしょうか。私どもで行っているホワイトニングは、はい、まあ、アメリカで主流 の、はい、のズームホワイトニングなんですね。あ、でこれはあのジェルを歯の表面に塗ってから、はい、15分間、はい、光照射をするんですけども、はい、これを3セット行うっていうのがあの 一連の流れなんです。はいはい、で少しシミが出る、ちょっと歯がシミるっていう方もいらっしゃいますが、はい、あのまあ、数日で必ず治まりますので、はい、なるほど、っていうホワイトニングですね。あの、まあ、インビジョンをやられる方、マウスピース矯正だと、はい、ここにそのお家でですけど、はい、ホワイトニングジェルを入れて、はい、でお家でホームホワイトニングをすることも可能です。はい、あ、手軽でいいですね。そうですね、まあ、タッチアップみたいな感じで一度オフィスでされて、はい、お家でされあのこれを使ってされるっていう方もいらっしゃいますし、矯正、はい、まあ、がない場合はトレイを特別に肩を取って作らせていただいて、はい、あのジェルをお渡しして、ジェルでホームホワイトニングをするというのもさせていただいてます。あと花嫁さんがよく来られるとか。そうですね、ハワイで、はい、まあ、やっぱり結婚される方多いですので、おすすめは、はい、あの結婚式の3日ぐらい前に、はい、あのされるのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、あとあのした後、手術後すぐは24時間ぐらいはまたホワイトニング効果が持続するので、はいはい、まあ、赤ワインとかカレーとか、ね、トマトソース、スパゲッティみたいなのをちょっと避けていただいてるので、はいはいはい、飲むならビールかホワイトワインにしてくださいって言ってるんですけれども、はいはいはい、そんな感じです。いいですね、ハワイに挙式に来られてですね、はい、歯の白くして今日はあの楽しみにしています。ホワイトニング、はい、ぜひ、はい、よろしくお願いします。こちらこそ。先生、この最新マシンが入ってるんですね。はい、そうです。それ最新のスキャナーで、あー、で、まあ、最近はインビジライの患者さんは全てスキャンして、はいはいはい、で肩取りの代わりにね、スキャンしてます。で、あの肩取りやっぱり苦手っていう方が多いので、そうですよね、昔は。はい、昔はね、一番初めに美子さんがやられた時は肩取りでしたが、あの今はもう全員スキャンさせていただいてます。わー、すごい。で、まあ、あのこういうふうにすごく正確に取れるので、上下っていう感じで、はいはい、で、まあ、この方見たら分かると、これ由美子さんの歯じゃないですが、私の歯じゃありませんか。あのこういうふうになってると、やっぱりこの辺、歯槽膿漏の歯周ポケットが深くなって歯槽膿漏にもなりますし、あと歯と歯が重なってるので虫歯にもなりやすくなってくるので、はい、あのやっぱり歯並びを治すっていうのは、あの歯の健康の面でもすごく大切になってきます。でこの方はあのワイヤーしなくても完全にもあのインビザラインのみで治療が可能です。あ、そうなんですね。はい、先生のところは最新のマシンが入っています。もうだいぶ白いですけどね。本当ですか。どのくらい、なんかこのチャートだと、チャートだともうこの、ここの2番目の位置にあるので、
だから目指すはブリーチカラーって言って、うん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 、ブリーチした後のそのホワイトニングした時のカラーを目指していきました。はい、お願いします。はい、Thank you for watching Hawaii Hula TV. Mahalo.